こんばんは。こんばんは。こんばんは。6月9日水曜日のネット TV 始まる。あ、これ安田さん、かぶっちゃった、いつものやつ。まあ、いいんじゃないですか。はい。はい。今日も実は6月。はい。いろんなスケジュールの都合により、今日も録画なんですけど、その代わりといってはなんですが、豪華ゲストをお迎えしております。リアン・ヨンソンさん。です。どうも、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前にも出ていただいて、第45回かな ?49 回です。49回かな、はい、出ていただいて、いろいろお話しいただいてるんですけど、今日は、テーマとしては、反差別規範とは何かということを、うん、これ前回、ちょっと前振りで、やりましたが、はい、それで、その、続きというかですね、うん結構なんか勉強になる感じになるんじゃないですか今日は。そうですね。はい、はい、多くの資料も用意したんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ちょっと待って安田さん、これ消すね。これ失礼かかっちゃったね。はいはい、では。テーマに行く前に、はい、今日もまた例によってバカニュースからですね。はい、今日のバカニュースはですね、1個だけ、なんですけど、うん、はい、これ俺ね、僕さっき知った安田さん知らなかったの？知らなかったから、そうそうそう。で、この放映直前に野間さんから聞いて、慌ててこのニュースを、同じニュースを見たわけですけど。情報を、チェックしてないですね。いや、拾ってるつもりなんですけどね、うん。拾ってるつもりなんですけど、僕のパソコンとかには入ってこなかった。入ってるから。そうですかね。いや、はい、ものすごいくだらないニュースなんだけど、結構ちょっと、でかいかなとも思って。いや、でもね、これ大事な問題だと思いました。これなんかこの毎日しか報道してないような感じなんだよね。なんか毎日ってなんかね、うん、なんかバイラルサイトみたいなやつなんだけど、新しい歌舞伎をね、29日と30日に新しい歌舞伎をやったんですが、はい、そこで、その中に、非常に人種差別的なセリフがあったと。うんうん、中国人、お前らのせいでコロナだ、みたいな。そんなことを言ったらしいんですけど、なんかうやむやにこのまま終わるんじゃないですか、こんなね。そもそもね、その海老蔵も含めて周りのスタッフとか役所も含めてこれを問題視しなかったっていうところ自体がまず当然責められて叱るべきですよね。よくこんな脚本を通したなということ、よくこれを演じたなということ、よくこんなセリフを堂々と上映なんだ演目としてね、認めたのかっていうね、周囲の人間を含めてこれ責任は問われるべきですし、それからこれ海老蔵とかあるいは何かこの周りのスタッフがその後何か言ってるんですかね。つまり反省であったり謝罪であったり、このニュースが出ただけで、そのまま続報的なのもないし、これだけなんですか。なるほど、問題施設にこれが行われたということ、それからその後も、この問題視に気がつかなかったとすればさらに大きな問題ですからね。というかね、あとね、歌舞伎までついに来たっていう感じが。そうですね、いろんなその日本、僕らの日本のことをヘイトネーションですね、はい、って言ってましたけど、歌舞伎までついに、ヘイトスピーチ来たぞと、これ結構末期的なんじゃないですか。そうですね、日本の芸能史を考える上でもこれ大事な問題だと思いますからね、歌舞伎っていう点を考えるとね。このニュース知ってた？いや、見ました見ました。一応もうコメントするのも嫌かもしれないですけど、いやちょっといや見てみたいなと思っていて、いやもちろん、いや、一応誤解なきことに言うと、別に演劇の中で人種差別を描くということは、別に OK なんですよ。ただ批判的であれば、で、この人種差別がいかにくだらなくて、っていうことをね、やってるんであれば私は全然称賛しますけれど、そうじゃないわけですよね。そう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 。でもこれはね、今、野間さんは歌舞伎まで至ったって言ったけど、笑いを取るためにやってる場面でしたよね、おそらくはね。そう思いません？つまり爆買いをしてるとかコロナを振りまいたのはお前らだろう
いや、なんだっけ、爆買いはしてるけどな、みたいな、そういうやり取りがあったっていう、明らかに笑いを取る場面で人種差別を肯定的に描いてしまってるということ、うんうん、笑いの中に収めてるということ、これ昨今の例えばお笑い芸人が言ってるね、口にしてる差別であったり、偏見であったり、そうしたものとすごく僕は二重写しになって迫ってきますね。うん、だからやっぱり今日、これもね、その、結局今日のテーマは、なんで、反差別規範とは何かっていうのをね、なぜやるかっていうと、このこういうことがやっぱり野放しになる理由っていうのは、はい、やっぱそういうことだと思うんですよね、はい、だからもう全然基準っていうか、こういうのはやっちゃ NG みたいな、そういう感覚がどこにもないわけでしょ。そう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 、うん、でその感覚っていうのは何なのかっていうことを、まあ前回やったのは DHC でしょ、はい、か旭日旗、うん、問題、それから自民党、ああそう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 、リベラルデモクラティックパーティーですね、めちゃくちゃだねっていう話、はい、それからその YouTube のように差別動画がいっぱいあるっていう話、どれもこれもまあ僕ら何回もやってるようなことですけど、ちょっと差別が溢れすぎじゃんっていう、うん、で全てにおいてそのやっぱり規範みたいなものが全く確立してないっていうのがやっぱり原因なんだろうなと思わせるものがあって、うん、じゃあっていうことで、うん、反差別規範といえばギャン・ヨンソン、そういうことですありとかギャン・ヨンソンを呼ぶしかないっていう、そうですね、いうことになりました。だからこの後ね DHC の続報を今からやるんですけど、やっぱりその悪い例というかですね、そういうものになっちゃってると思います、はい、DHC の続報としては、はい、先週ね、DHC をこういうのやりましたね。後ろはハテナついちゃいました。ええ、というような状況です、ね。まず一つは、その茨城の下妻市が、協定事業を中止したと、はい。これはまあ良かったなと。我々も喜ばしいことですね、っていう話をしましたね。毎日1個ずつぐらい、どんどん入ってきてますよね。はい、それで、うん、これなかなか、効いてるな、みたいなことを、先週、そういう、なかなか良かったねと。はい。多民族共生人権教育センター、ムンゴンさんが、はい、そのまあ、各企業のね、行動をそれなりに評価したっていうところから、はい、まあ、今日は録画なんで、内実を言うと、それ3日前なんですよね。うん、だからその3日後に、今やってるんですけど、その間にものすごいね、変わっちゃってますよ、ね、そうですね。で、我々とすればその3日前には、うん、あ、よかったよね、いわば肯定的に捉えて、これで包囲網が狭まってきているというニュアンスで、この場でも報じたという、うん、そういう流れがありました。ところが、うん、ってことですね。はい。ところがですね、はい、今日、これ、古い順、6月2日、はい、その先週の収録の翌日ですよね。で、ということは、昨日、はい、今収録してる日付から、昨日のニュースなんですけど、イオンが、いや、やっぱり取引するよ。うん、なぜなら、DHC は反省をしている。そういうことですね。反省してるわけなんじゃないか、うん。そう。まあ、そもそも反省はしてないと思うし、うん、そもそも、社会からすると。ちょっと待って、さっき、はい、同じようなの出しちゃおう。うん。次、これ。で、これは今日、6月3日の新聞です。はい。左が沖縄タイムズ。はい。県内流通5社。DHC と取引続けますと、はい、それから、右は神奈川新聞、はい、松田氏がその協定を ね継続する、継続しますと、うん、いうニュースが立て続けに入ってきましてですね、先週の放送ではこういうことを言って、うん、神奈川、みんな頑張ってんねみたいな、ね、話を、はい、こういうね、こういうふうに削除要請とか、っていう話をしたばっかりなんですけど、はい、今こういう状況になってる、どうなんですかこれ。だからね、それぞれ削除要請を出したり、うん、あるいは、見直し、取引の見直しを図ったり、うん、それから商品の撤去を含めた検討というものを行ってた、うん、でそうしたところが、あるいは DHC に質問書をぶつける、うん、これは取引先としてやってきたわけですよね、うん、ところが今になって反省をしているから取引を継続する、うん、ダダダッと今そういう流れになってる、うんうんうん、
なぜならば野間さんが冒頭で言ったけど DH が反省してるから、うん、これ結論から言いますよ、うん、知らねえよ俺は知らないっていう話ですよねつまり DH のところ大事なことなんだけど、うん、企業が社会的責任だって話はずっと我々もしてるわけですし、うん、社会的責任を果たすということはどういうことかってことをきちんと見せてほしいってことを言ったわけ、うん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 、つまりこいつらステークホルダー企業のステークホルダーっていうのは取引先ではないじゃんわけじゃない、うんうんうん、地域社会であったり消費者であったり、うんうん、あるいはもう言ってみれば日本社会世界が全体がステークホルダーなわけで利害関係者っていうのは、うんそこに向けて反省したのであればね、うん、反省を示すべきであると同時に、うん、彼らこれまでどれだけのことをしてきたのかっていうことですよ、うん、その差別の深刻性問題性っていうものを十分に考えてみれば、うんうん、僕はそこにきちんとこれからイランさんにお話してもらうんだけども、うん、まず差別機関にのっとった社会のやっぱり仕組み仕方っていうものが当然あるわけで、うん、それからもう一つこの企業がこれから何をすべきか、うん、何をしてはならないのか、うん、これはきちんとやっぱ課せなければならないですよね、うんうんうん、それ一切すっ飛ばしたっていうか無視した形で、うん、取引先に謝罪をしたからあるいは取引先に反省を申し入れたか、うん、それだけで何事もなかったようにフェードアウトしてしまうってこと自体は絶対に避けなくちゃならないと思うし、うん、これは企業の方針を今回の決断というもの DHE の決断とか自治体の決断というものを何の一つ僕は肯定はできないですね。これだったレアさんねこれ今日もいきなり核心に入る話もさせてもらっていいんですけど、これこの DHC をめぐる動きどういうふうにご覧になってますか。話にならないですね、うん、話にならないです、うん、いや差別好きなんですかイオンはっていうことですね、うん、もうなんか取引を やめるっていうのはこうマストで、うん、むしろこんな差別企業とずっと取引をしてそれで儲けたお金をどうするんだってことです、うんうん、もう要するに差別する企業や差別する産業で、うん、お金を儲けるということは奴隷で、うん、奴隷制度でお金を儲けてるものと同じなんですね、うんうんうん、要するに黒人を奴隷にして、うん、それでそのお金を儲ける、うん、それ絶対許されないし、そこで儲けたお金とか全部社会に還元してむしろこう謝罪とか賠償に使うぐらいの話なんですこれは、うんうん、だから全くで、ね、DHC がなんか反省とか、まあ、正直先ほど、まあ、知らねえよって言ってるもうその通りですよ。別に反省なんかしてないし、したとしてもどうでもいい話、うんうんうん、だから本当に日本企業のこう、まあ、見本みたいなことやってますけれども、こう話にならないですね。そうですよね。しかもレアさんこれあれですよね、今回ね例えばサントリーをね中傷したとかいろんな問題があったのでメディアもみんな騒いだけど、今に始まった話じゃないですよね。そうです、そうです、 DHC は。そうそうそう、つまりこれまで長きにわたって差別してきた、うん、つまり実際にそこでも被害が生じてるわけです、うん、社会に対して、うん、この分どうしてくれるんだよっていう話ですよね、うん、って言ってのはその期間に儲けた金っていうものを全部還元しろっていうのは、うん、しもか当たり前の話だよね。そうです。ですから今言わされた通り、うん、その確信はそこで、要するにポイントは反省してるかどうか謝罪してるかどうかどうでもいいです、もう正直、うんうんうん、そうではなくて、うん、企業や、政治家が差別した時に問題考えなきゃいけないのは、差別の社会的効果、うん、社会的悪影響をどういうふうに取り戻すのかってことですね、うん、つまり差別の種をばらまいてるのと同じなんです。差別の種をばらまいたものを全部回収しなきゃいけない、うんうん、それをこうやってるのかどうかってことですね、うん、で DHC はもうまあ、結論入りますけど、要するに差別 してそれをこう消しただけなので、別に反省もしてないし、うん、差別 してそれ消してるけどネットには全部残っているので、うん、DHC がすべきは差別、それは差別だと認めた上で反差別活動を やるべきで、うん、儲けたお金を全部反差別運動で還付すべきなんです絶対、うん、朝鮮学校とかには還付すべきなんですよ、うん、当たり前ですけれども、うんうんうん、なんかそういうことをこう実際にやってるのかどうかですし、うん、DHC に差別に反対していない取引企業や、うん、行政が問題になる、もう企業もそうですし、うん、言ってしまえば、まあ、自治体も全然ダメですね、うんうんうん、特にやっぱり恐ろしいと思っているのは、 DHC と提携を結んでいる自治体は、はいはい、その非常時に協力するって言っていて、うん、これどういうことなのかってことですね、うん、つまり地震やあるいは原発事故やあるいはコロナウイルスでも何でもいいです、非常時に差別企業と協定を結んでいるっていうことは、うん、要するに外国人は別扱いしていいわけでしょ、朝鮮人は別にマスク配らなくていいとか、そういうことをやっている自治体ですって自分がアピールしてると同じなんです、うんうん、だからこう企業がその DHC とこう提携を解消しまして、ちゃんちゃんはい終わりははみたいな話になるわけない、全くない、だそういうことがなんでわかんないんですか日本人ってことを
言語化するときに私が一生懸命口をずっぱく言ってるのが反差別規範って言葉です。なるほど、そうですね。じゃあその今日ね、その反差別規範っていうのは、まあ、今のそのリャンさんの話のその元になるというかですね、はい、何が問題なのかっていうのが非常に分かりやすく説明していただきましたよね、だけど、その論理の背景には何があるのかっていうのを今日を、はい、やりたいなと、はい、それでまあ、はっきり言って難しい話では全然ないっていうか、非常に分かりやすいっていうか、まあ僕ら、うん、僕とか安田さんが常日頃言ってるようなことをその別の言葉で論理立てて体系立ててくださってるっていうようにも感じるんですよね。つまりその当事者が、かわいそうとかいうことではなく、社会的正義のために反差別をやんなければいけないという、これはまあそのカウンター的な運動の基本的なコンセプトとして共有されてもいるけど、でもやっぱりすごくマイナーかなと、いまだに。だからそういうことは思うので、はい、だから今日はその、リャンさんに、じゃあ改めてね、反差別規範っていうのは、はい、一体どういうものなんですかっていうことを、ちょっと聞きたいなというふうに思います。はいはい、何から出しましょうか。そうですね、それからでお願いします。はい、今まあおっしゃられた反差別規範というのは、確かに今言われた通りめちゃくちゃ簡単です、もうむしろ小学校とか中学校とか子供の方がよくわかる話かもしれない、逆にこうおっさん、まあ、いわゆるおっさん、まあおっさんですよね、だからこうはわからないかもしれない、だからいくら頭が良くてもわからない人もいるっていうか、わからない人が多い反面、別に勉強ができなかったり、あるいは別に学校とか行けない人でも、別にむしろ正義感がある人はもう簡単にわかるような話です、それもなんかほらさ、なんか俺さいつも学者の悪口を言うじゃん、だからそういう話、なんか勉強した人ほどなんかそのストレートにできないみたいな現象がある、ありますね、そういうようなことですよね、まあそうですね、まあ、さっきその自己紹介忘れたんですけど、本書いてまして、まあ、一番新しい本、これ「チークマシン社のレイシムとは何か」って本書いてたんで、ぜひ、まあ、ちょっと待ってください、はい、出しますから、まあ、この本、大体私が言ってることこの本と、あとはその一番最初に書いたその影書房から書いている日本型ヘイトスピーチは何か、この2冊読んでいただければ、まあ大体言ってること分かるんですけれど、まあなんて言うんでしょう、今言われたように、そのそうです、だから大学の先生とか、まあ、はっきり言えば反差別規範とか何も分かってない人たくさんいます、ゴロゴロいます、むしろ差別の研究をしている人とか、あるいは BLM が大事とかね、ブラックライブズマターを日本でも連帯しようとか言ってる人も反差別規範全然分からない、むしろ一橋大学にいるこうマンキューソーっていうその差別教員と全然戦おうとしないような人がゴロゴロいるので、むしろなんていうかな、頭を一旦こうリセットして難しいと思わないで、要するに差別をどうしたら戦えるのかって観点から一番重要な原理何かってことを考えて、今からそれ何かってを説明します、そもそもなぜその差別に反対するのかっていう、ところですよね、そうですね、はい、まあ、要するにそのじゃあ皆さんその差別になんで反対するんですかと言った時に、大体まあ大きく日本では2つだと思うんです、被害者が傷ついてるじゃない、マイノリティに気づいてるからやめましょう、被害者、マイノリティで、2番目は歴史、つまり、まあ朝鮮人差別だったり中国人差別だったりしたら、いやいや日本ってのは過去に朝鮮とか、まあ、中国とか台湾、まあ、アジアを侵略したい植民地帯があったからじゃないか、そういうことだから朝鮮人が出てけとかいうのは植民地帯の歴史を知らないからだみたいな言い方、でも支配と被支配の関係だったところですね、そうでも今日は被害者マイノリティ歴史というキーワードを一旦捨ててもらいます、一旦捨ててもらって3番目の社会正義から、つまり社会正義に反するからダメなんだってい う, こうシンプルな論理でどれだけ差別に反対できるかっていうトレーニングをしてもらいます。でなぜなのかっていうと、さっきタミカマロリーさんのこう写真出しましたけれど、日本以外の、まあ、アメリカとかヨーロッパとか、あるいは第三世界の反差別運動や社会運動、まあ、もっと言うと階級闘争って言ってもいいですけども、全然やっぱり正義感が違う。で、今日ちょっと放映できませんけど、ぜひこれインターネットでテレビで見てほしいんですけど、やっぱりそのブラックライブマターとかのこう活動家が言っているその演説で喋り方っていうのは本当にこうすごいこう震え立つようなやっぱ正義感だし、なんていうのかな、まあ要するに黒人がその
差別に反対するのはいいけれど、こう、暴動はダメだよねみたいな、なんか言い方に対して、うん、そういうこと全然関係ないんだってことを全身の感情でこう示したり、で、理路整然と言うわけですよね、うん、なんかそういうこう、うん、なんていうかな、こう圧倒的な正義感が違うんですよ。まあちょっとこれは今日放映できないんですけど、まあちょっと見てほしい。でそれをこう考えるために、ちょっと次の、先ほどのスライドで、あの、被害者と歴史っていう言葉に頼らないで差別に反対 してほしい。でこれは断っておきますけれど、私は被害者とマイノリティと歴史が大事じゃないとは言ってない。むしろ逆で、大事だからこそ3番の社会正義で差別に、その前でこの被害者と歴史とマイノリティに頼らないで差別を止めるっていう正義感がないと、マイノリティも被害者も歴史も尊重できないでしょ。だからヘイトスピーチを食い止められなかったんですよ、日本の反差別運動はって言いたいですね。で次のじゃあスライド見て、ライさん、それそこ手元にでも、あの、できます。あ、これできる。書いてやればいい、はい、から。便利ですね。はい、まあ私、あの、この本で日本型反差別って名付けちゃいましたけれども、うん、例えば反差別って何でしょう。で皆さんは例えばその被害者の権利を守ることだと、うん、当事者の寄り添うのは反差別だって思うと思うんです。うんうん、これ1番、うん、で2番目は加害者の差別を止めることですね、うん、差別行為を禁止するのは反差別だと、うんうん、で日本の多くの方は1にたとえ賛同できても、うん、2に賛同できる人はかなり少ないんじゃないかと思っていて、うんうん、これです、うん、日本型反差別というのは、うん、これか、はい、差別行為の禁止がないままに被害者に寄り添おうとする、加害者の差別する自由を守る限りでしか、うん、差別され被害者の人権を守ろうとしない日本の反差別こそ、うん、日本で反差別規範、反レイスム規範形成を妨げ、日本人イコール日系日本人と国民人種の癒着を切り離す影響である、これです、うん、だから被害者と歴史とマイノリティって言葉に頼りながら、うん、なぜか差別の加害行為は止めようとしない、うん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 、差別禁止ってのはちょっとこうなんか言論の自由とか、ま、あのなんか、ま、守られないからダメだよねみたいな、うんうん、だから歴史とむしろ教育とか相互交流とか大事よみたいな、うんうん、そういう言い方は全然ダメだってことを言いたい、うんうんうん、で、じゃあ反差別規範って何ですかっていうと、はい、あの重視してるのは3つのポイントで、うん、差別の加害行為を止める、はい、でキーワードは差別する自由を全部否定するってことです、うんうんうん、差別する自由は否定する、うん、でこれはあの社会とか人類のお約束だっていうことなんですね、うん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 、でそれから2番目に物差しであると、うん、でこれはつまり社会のによる定義で、要するに何が差別で何が差別でないのか、うん、差別と区別に区別をつけるような判別基準になるもの、うんうん、で3番目が共通言語、うん、これも重要で、うん、マイノリティであろうとマジョリティであろうと誰であろうと、うん、あるいは右翼であろうと左翼であろうと誰であろうと人類共通の規範となるようなもの、うんうんうん、まあですね、つまり加害行為を止める判別基準で共通言語になる、うん、でこれが日本にないんですね、うん、だから実はこの話多分ね、差別に本当に戦おうとしている人はピンとくる話なんだけれど、うんうん、差別と戦わない人は全然わからない話、うんうん、まあ頭が良くてもわからない。僕なんかね、そらいつもほら、うん、寄り添い禁止、寄り添い禁止ってみんなに嫌われてんじゃん、それで、まあ、キャンさんもさっき言ったけど、その寄り添い否定するんではないけどもっていうことで、うん、そうそうそう、要はバランスの問題っていうか、うんうんうん、一方に著しくアンバランスになってるっていう風な状況っていう風に見ていいんですかね、うんうん、まあ、バランスというよりは、いやむしろそのじゃあまあ言ってしまう、さっきのそのタミカマロリさんの演説とか BLM ではやっぱりこう被害者に正義をっていう感じだと思うんです、うんうんうん、だから被害者に寄り添うという被害者に正義って、うん、言ってしまう、例えばまあ少し脱線しますけど、例えばジョージ・フロイドさんの、うん、遺族の方は、はい、そっとしといてくれってやっぱりちょっとそういう報道出るじゃないですか、うんうん、あるいは別にロドニー・キング事件 の被害者、はい、遺族だって同じようなことを言うわけで、うん、やっぱり被害者とか被害の中心にいればいるほど差別に反対するってむちゃくちゃ難しい、そうですね、だけれども、うん、逆にだからこそ周りの人が一緒になって、うん、被害者に正義をってずっと言い続けることがすごい大事だと思うんですよね、だから例えばまあちょっと、まあ、例えば私
ウィシュマさんっていうスリランカ出身の女性が、はいはい、その入管収容施設で、うん、その殺された事件がありましたよね、うんうんうん、あのこの事件がその例外的に日本の大きな社会問題になって入管法改正案が、まあ、あのおじゃんになったって、うん、これ素晴らしい快挙だと思いますが、うん、しかしやっぱりこう、うん、報道がやっぱりこう気になるのはなんかウィシュマさんがいかにかわいそうな人かみたいな感じになって殺した犯人、うんうん、ウィシュマさんを死なせて殺したその、うん、まあ入管職員をそのさばいて、うんうんまあ、監獄にぶち込みましょうっていうことを言う人ほとんどいないわけですよ、うんうんうん、でこれなんですよね、うん、だからこう、うん、これが被害者を、うん、あの寄り添うってことだと思うんですよ、被害者に寄り添うというならば、その被害者に、まあ、加害行為加害責任ちゃんと取って、うん、その正義をあの差別禁止を規範を作って重要なのがルールです、うん、差別禁止のルールを作って、うんうん、ルールを確立して差別だとすればこれ絶対にダメだっていう規範を作るから再発防止につながるわけです、うんうんうん、そうではなくて被害者のことを思いましょう、やっぱりこうこぼれてるマイノリティとか、うん、こう私たちが見えなかったマイノリティとか自分たちの内なる偏見と戦いましょうみたいなことを言うのが日本型反差別で、絶対にそれは差別を止めることはできない、うん、結局その差別をどういうふうに理解してるかみたいな問題にそうですできますよね。あの人もその前にね、うん、今その同情って話してたじゃない、うん、ってやっぱり大事な話だと思ってて、そのかわいそうだ、本当に悲惨な目に遭ってる、同情する、もちろん僕はってそういう気持ちあるし、同情って悪いことじゃないと思うんだけども、同じ気持ちに立つっていう意味においては、ただ例えば被害者が美しければ美しいほど物語として成立するわけだけども、うん、被害者って何も美しいわけに限ったことではないわけじゃない、うん、いろんな人がいるわけで、でどんな人であろうが、例えば世間的な規範からね、悪いことしたとか泥棒したとかいろんな悪いことしたって呼ばれてる人であろうが、あるいは女性であろうが男性であろうが、どんな性別であろうが、誰もが被害者として位置づけられた場合に、きちんとその立場に立って正義の声を上げることができるかって、やっぱとても大事だと思うんですよね。あのウィシュマさんの件に関して言うとね、ウィシュマさんって、まあ、こういう言い方するとあれかもしれないけど、絵に描いたようにやっぱり美しい人だと僕思ってるわけです、うんうんうん、一生懸命日本語の勉強をし、そして日本のためを思ってっていう文脈でよく語られるじゃない。でそれ自体はその通りかもしれないけども、しかしそうでない入管の非収容者なんているわけですよ。で暴れたり大声を上げたり、僕それは当然の権利だと思ってる。とか強い権利主張をすると美しい物語が出てこないから、おそらくこうした運動に発展しないこともあると思うんですよね。だからこそ、ここはレアンさんが言うね、この差別規範というものを、これ明確にしておく必要は僕絶対あるなと思いました。あの今 の, あのまさにその通りで、だからやっぱりそう、だからやっぱりこれが被害者マイノリティ歴史に頼りすぎるってことが言いたいんですよ、うん、だからやっぱり加害者をちゃんと止めて社会正義をちゃんと作る、その中で被害者をエンパワーメントしていくってこと、うんうん、やっぱりその差別っていうものをどういうふうに理解するかっていうか、その差別とは何なのかみたいなところをはっきりとやっぱりこう認識しとかないとダメですよね、うん、あのその通りです、うん、なんかこういうこれがあの、あ、はいはい、作ったようですけども、はい、まあちょっとあのどういうふうに説明するかっていろいろこう苦労したんですけども、うん、とりあえず今主体モデルから効果モデルに変えましょうって言っておきます、うん、で日本型反差別って主体モデルだと思うんです、うん、どういうことかっていうと、問題の焦点が個人の内面に行く、まあ、つまり意識、うん、まあだから、うんうん、でだから例えば差別の原因なんかはその差別的意識とか偏見が問題でみたいな話になってくるんですけど、うん、こう効果モデルに変えましょうと。正直意識なんかどうでもいいです、うん、主体の内面なんかどうでもよくて偏見なんかどうでもいいんです、うん、ただ客観的行動の効果だけが問題なんです、うん、そういうふうに考えると差別の原因や定義や方法はガラッと変わってくるんですね、うん、で例えば差別は何で起こるのか原因を見ると、まあ、主体モデルは基本的に差別意識や偏見がダメなんだ、だから教育が大事だみたいな話になる、うん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 、でも効果モデルから考えると偏見があろうとなかろうと差別するときはするししないときはしないので、うんうん、じゃあどういうふうに差別行動が起きるのかって考えたときに、差別行動を可能にする社会的効果あるよね、うん、逆に妨害する効果あるよね、差別アクセルと反差別ブレーキの対抗関係から見ましょうねっていうことになる、うん、それから差別の定義もその主体モデルだと結局いや自分は差別だと思ってないけれど、そのまああの差別 あれですねあちょっとあ先にこっか説明しました、まあだからそうそうねちょっとあこれだから差別の定義、そのだからマイノリティもそのが結局差別だと思っている
もの、例えばだからその、まあ、日本人だとこれは差別だと思わない思わないけれど、うんうん、まあ、朝鮮人からすると、まあ、例えばニンニク臭いっていうのは嫌、うんうん、だから、まあ、それ差別だ、じゃあ差別なのみたいな、うんうんうん、そうじゃない、そうじゃなくてどう思うかどうでもよくて、別に朝鮮人が朝鮮人差別 だとは思わないって言ってもそれ差別だってことあり得る、うんうんうん、結局客観的な行為の効果を見なきゃいけなくて、うんうん、まあ、ざっくり言うとグループに対する不平等な効果を、差別と定義することができます、うんうんうん、で3番目にじゃあどういうふうに差別をなくすのかっていうと、主体モデルだと主体を変えなきゃいけないって話になって、うん、意識を変えようと、だから教育や相互理解や交流が大事って話になるんです、うん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 、だから被害者、だから被害者のリアルを知らせるのが大事で、うん、マイノリティを知らせるのが大事で、うん、といってもマイノリティの中にマイノリティいるから、私たちが知らない語れないマイノリティを語るのが大事みたいな話になる。効果モデルはそういう話と、まあ、そういう話の手前で行動をじゃあ変えさせましょうってことになる、うん、でこれが威力を発揮するのは確信犯や愉快犯の差別をどう止めるかって話なんですね、うん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 、でまあ、これは、まあ、さっき説明したので、まあ、これはあの要するに意識はどうでもいいってことですね、うん、であとはその、効果モデルで重要なのはそのアクセル効果とブレーキ効果の対抗関係から見ましょうということで、うん、例えばまあこの、まあこれあのこの新書の、はいはい、引用しますけど、ね、まあ、これ古典ですね、あの、うん、人種隔離が行われていた1930年 あのアメリカで、うん、ラピエールってあのまああの白人の研究者が中国人2名と3人で2年間旅行して、うん、66個のホテルと184のレストランを使って、うん、1軒除いて全部利用を断られなかった、うん、人種隔離があったのに、うん、でも後で郵送アンケートすると回答の9割は、中国人客は断るかもしれないと答えたと、うん、重要なのは白人男性といると大丈夫だけれどアンケートすると断られるみたいな、うんうん、これはつまりここで言いたいのはその差別偏見からその偏見があったとしてもその差別が実際に起こるかどうかは分かりませんよってことですね、ここです。一方には法律と良心とがあり、他方ではその慣習と偏見があるというはっきりした葛藤が存在する場合は差別は主として潜在的で間接的な仕方で行われ、当惑をもたらすような対面状況においては本来差別は行われる、これあの、うんうん、オルポートさんっていうあのラピエールの研究を使って、うんうんうん、オルポートさんはさらにそれをこう、うんうん、まあ、分析したもので、このアクセル効果とブレーキ効果の対抗関係で差別を見るって大事、うんうん、だから、うんうん、主体モデルからするとそのむしろその差別してないけれども潜在的に、うんうん、あの差別があるから差別が効果に行動に現れないかもしれないけどもやっぱダメだよねみたいな話になるんだけれど、その話はまあ差別止めて考えればいいんじゃない、はい、差別止めながら考えればいいのに、うん、日本の場合は差別止めるって話は抜きになってるんですよ、うん、だから最近流行ってるマイクロアグレッション論みたいなところも、はい、そこはちょっと気をつけた方がいいと思っていて、うん、差別禁止が行われた後でマイクロアグレッションって問題になってるのに、日本の場合は差別の禁止がされない状況の中でマイクロアグレッションだけ問題になってると思うんですね。だこのヘイトのピラミッドでいうレベル2が大事みたいな、うんうんうん、だから主体モデルからするとこのヘイトのピラミッドを崩すにはむしろ1と2がすごい大事で、うん、3から4はむしろ止められないみたいな話になるですよ、うんうんうん、でも効果モデルからすると1か2はどうでもよくて、うん、むしろ 3に上がるものをどうするかっていう風にして、うんうんうん、反差別ブレーキをどう作るか、うんうん、でこれはあのまあ、言ってしまえばさその大学の先生とか研究者からすると嫌われる議論で、うん、当たり前じゃないですか、うん、でもこの当たりでこれヨーロッパアメリカでは後で話しますけれども、うん、その第二次世界大戦後公民権運動や、うん、反ナチ運動やあるいは反植民主義闘争によってレイスが禁止されているので、うん、基本的には解決した問題になっていて、うんうん、差別禁止法もあるし、うん、だから差別も反対する、だから差別禁止法もあるし差別を止めるけれどもそれでこぼれ落ちる問題どうするかって話で、うん、マイクロアグレッションとかね、うん、そういう問題になるんだけど、うん、日本の研究者そういうのばっか大好きで、うん、その基本的なその反差別ブレーキはないよみたいな話で言わない、うん、本当に問題だと思います、うんうん、ではまあちょっとで次いきますね。で、まあ、このだから差別アクセルと反差別ブレーキというのはこのまああの反差別ブレーキっていうのはつまりあの差別する自由を奪い取る効果、うん、はいはい、だ今回の DHC が、追い込まれたのはグッジョブですよ、うん、みんな頑張まあ、うん、頑張ったと思います、うん、あのやっぱりその DHC が本当はその差別する気満々でやってたのに、うん、その
やっぱりこう結局取引先イオンとかにいろいろちょっと これちょっと問題ですみたいなこと言われて、うんうんうん、まあ削除したわけで、これはだけれどもこれもっとやんなきゃいけない、うんうん、まあ、結局その企業とか行政から直接的に問い合わせられたり問題だと思いますって言われるということ、結局消費者よりなんか誰も問題にしてませんよとかで人事部のね、なんかあの人は偉そうに言ったけども、うんうん、一般人の特にあの反差別運動してる僕らとかね、そういう左翼とかね、そういうのの声だと何にも聞かないから、うん、あんなのほっときゃ大丈夫だって思ってたのが、企業とかあのそういうところにが言ってくると途端に削除したと。そうですよね。そういうことはつまりそれがブレーキになったということですね。そうですね。だからあの今回 DHC 事件が証明したのは、やっぱり主体モデルが完全に使えないというか、うん、日本型反差別は、うんまあ、効果がない。正直、うんうんうん、じゃなくてやっぱりこう反差別規範ちゃんと作って、うん、こう差別アクセルをこう封じ込める反差別ブレーキで包囲していくしかないんです。なるほどね、そうですね。だから DHC に関してもね、もう僕らって言い方してもおかしいけど、今多くの人がやってるのは、うん、DHC に反省しろっていう運動じゃないわけですよ、うんうん、そうそうそう、少なくともね、そう、DHC ボイコットって言ってるわけで、うんうん、つまり罪を犯したんだから、うんうん、それなりその罰を与えなくちゃいけない、うん、つまり商品を買わないって、この一生じゃ大切なんだ。だから一方ではね、うん、DHC も頑張ってるんだとか、DHC の社員に罪はないとか、あるいはあれ社長の独断だから、あるいは商品に罪はないとかね、あるいは DHC にもっと人権教育っていうものをきちんとすべきだと、それは僕は必要だと思いますよ。なんだけど、まずその手前でもってやるべきことは、実際に被害を生じさせた。で社会に混乱と被害を与えたんだということ、うん、これをきちんと自覚してもらって、うん、きちんとルールに基づいた、うん、やっぱり罰則を与えなくちゃいけない社会がね、うん、ということですよね、これきちんとね。その通りです。やっぱりで、ここでじゃあ反差別ブレーキで何が重要なのかって、何が基礎的になるかっていうとルールなんです、うん、で日本のインテリが嫌いなのがルールで、うん、ここなんです。だからルールで禁止しましょうっていうよりは、なんか教育が大事とか共感が大事とかいうのがみんな大好きなんですけど、ここはもう履き違えちゃいけなくて、うん、絶対に差別禁止ルール必要なんです、うん、でもこれみんな本当言わないで、私はずっと言い続けますけれど、うん、でここですね、はい、でこれ一番よく分かってるのは何、誰なのかっていうと、うんうん、まあ、首相なのか法務省なのか国会議員なのか大学なのか、サッカーです。うん、まあ、サッカーでしたって言っていいかもしれないですけど、まあ、例えば2014年のジャパニーズオンリー事件は素晴らしかった、はい、まあ、当たり前なんですけど、うん、要するにそのなぜサッカーが差別に一番厳しいのっていうルールがあるからですね、うんうんうん、でこれは FIFA、 直接 FIFA 基準がそのグローバルスタンダードで、その差別にはゼロトレランスでやる、はいはい、だからこのサッカーのように、その日本サッカースタジアムのように日本がなればいい。であとサッカーが重要なのは、国に言われる前に自治的にやってるっていう、うんうんうん、こうだから要するにアソシエーション内部のルールなんです。だから自分たちが社会を運営して、自分たちがそのルールを守らせて、スト破りは追い出す、はい、これが一番重要なことなんですね、うんうんうん、で、これをまあやりましょうということです。で、その、まあ、ちなみにこのフェア、これ私たちあのフェアっていうところに入って、これ欧州の反サッカーレイシムとして、まあ大きいところですけども、はい、ここのグローバルガイドラインにその極次式とかね、うん、載ってるんですよ。例えばこういうルールを作って、うんうんうん、ルールに反するものはダメですよと、はい、あ、まあこれちょっとあれですね、ちょっと、まあ、例えばこういう形でこう極次式抱え、ハーキンクロス抱えたらこれダメですよ、はいはいはい、で極次式もちゃんと載ってます。でこのルールってじゃあ何かっていうと、これですね、うんうん、まあ、ルールいろいろあるんですけど、一番、まあ、基本になるのは人種差別撤廃条約と言っていいでしょう。でこれはここに書いてますが、まあ簡単に言うと、さっき言いましたけど、うん、ルーツにまつわるグループに対する不平等な効果がレイジムですと、うんうんうん、はい、だから今日ちょっと皆さん、テレビの前の皆さんはこの3つだけ覚えてほしいんですけど、グループに対する不平等な効果が差別、グループに対する不平等な効果が差別、うん、あと1回ちょっと暗唱してくださいこれが、うん、ルールで、うん、このルールで徹底して、うん、このルールに反するものはダメだっていう風にやるっていう風にしないと、うんうん、なぜダメなのかっていうと、再発防止に全くつながらないんです、うん、日本の反差別が甘いのは、うん、反省とか教育とか言って、うん、こう全員、まあ、性善説的すぎる。
なんかあるとね、国会の議論なんか見ててもそうなんだけど、うん、一番大事なのは啓蒙だっていう話が必ず出てくるわけですよね。学校教育であったり啓蒙であったり、うん、僕はそれ全否定するわけないけど、その手前でやるべきことがあるってことですよね、うん、きちんと。あのもっと言うと、啓蒙が、うん、効果を発揮するのはルールがあってから、うんうん、だから今回の DHC とかいいはい、あの例だと思いますよ、でこのまあこの3つあで今日はちょっとあの反レイスムってことになってますけども、まあ、もうちょっと拡張して、これ女性差別とか障害差別とかも、まあ、この考えで基本的には、まあ、あの差別とは何かっていうと、まあ、グループに対する不平等の効果っていうことで良いと思いますね。このグループっていうのはあらゆるカテゴリーがあるわけですね。そうです、そうです。人種であるとか性別であったりハンディキャップであったり、そうです、セクシャルオリエンテ性的指向とか、障害とか、はい、そうです、そうです。でこれが、まあ、あの日本で、なんでないのかってことですけども、まあこのグループに対する不平等な効果をやっぱ規制するっていう、その反差別法、差別禁止規範が、まあ、ヨーロッパ、アメリカでは基本的にその50年前に作られてるんですね。うん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 、ちょっとまあ、あの、少し、まあ、いいか。この、まあ、例えばアメリカだったら、こう、はい、公民権運動で、60年公民権法が作られたり、はい、まあ、してるわけです。で、この、日本には、まあ、この、なんていうかな。うん、まあ、50年前にね、ヨーロッパ、アメリカで作られた差別禁止法もないってことと、うんうん、もう一つはそのあれですね、これって動くのかな、あ、動いた、はい、これあの50年かけて、まあ、他の国はアップデートしているわけですね、差別禁止法。例えばそのアメリカの場合はその差別禁止法を作るけれど、アメリカ特殊で、ヨーロッパと違うのはその言論自由を守るということで、その差別は行為で、はい、言論は差別じゃないみたいな二分法をやる、でだから、で、それは、あの、アメリカにはちょっと理由があって、公民権運動とベトナム反戦っていう二つの、状況があって、うん、アメリカでいう言論自由ってマイノリティと社会運動の言論の自由なんですね。うんうん、これは日本の大学教員が勘違いしてるんですけど、うん、一般的な話は全くなくて、で、言論の自由を、その、まあ、守るため、例えば、まあ、別にマルコム X とかブラックパンサーの運動とかですよ、うんうんうん、ブラックパワー運動のこうラディカルにその白人とかを糾弾するような言論の自由を守るために、うん、行為に差別を限定していく、はい、でそれを、まあ、あのそれでも差別がなくならないから、じゃあ行為に関しては厳罰化しましょうってことで、ヘイトクライムっていう言葉ができる、うんうんうん、で、うんうん、スピーチも実は差別なんじゃないってことで、うんうん、そのヘイトスピーチって言葉が出てくる、はい、だからヘイトスピーチって言葉の成り立ち自身も全然日本とは違うわけです、うん、あ、ちょっとすみません、あの表戻してもらっていいですか、はい、なかなかこういう話、まあ、うん、まあ、頑張ってこの本に書いてるんですけど、なかなかこう浸透していかないんですけどね、大事なんですこれ。お、次、あ、次、あ、はい、そうですね、はい、まあ、ヨーロッパとかアメリカで、だから、その、ヘイトスピーチ規制が大事みたいな。例えば、まあ、ドイツだとヘイト規制で、最新だとあれですよね。うんうん、だから、Facebook とか、その SNS で、ヘイトスピーチやったら、その、こう、罰金とか、何十億とかあるじゃないですか。うん、あれは、その、基本的に、その、日本のヘイト規制みたいな話と全然次元が違う。なぜかっていうと、欧米でやってるのは、その、規制対言論の自由じゃない。そうじゃなくて、ヨーロッパでもアメリカでも基本的に50年前に差別を禁止すること大前提になっていて、はい、これを私は反レスム 1.0 と言います、うん、で反レスム 1.0 でも差別なくならないから 2.0 をやっていて、うん、ヘイトスピーチ規制をやってるので、うん、差別禁止をどれぐらいのレベルまでやりますかっていうレベルなんです、うんうんうん、だから差別する自由を全否定していて、うん、その上でじゃあどこまでやるのかって話、うん、で日本の場合はそもそも差別する自由が否定されない、うん、でむしろ差別する自由を本当に否定していいんですかみたいな議論をしてるわけ、みんなで、うん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 、だから言論自由を理由にして規制論のこう慎重性慎重を唱えていっていう人は本当に、うんうん、まあ私は愚かだと思うけれど、たとえそうするのであれば、例えば別にあれですよ、ノーム・チョムスキーみたいなね立場もありますからね、うん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 、そういう人は言論の自由を使って差別を戦うべきなんです、つじつまが合わない、つまり言論の自由を使って差別を戦うけれども、あくまでも差別禁止法は、否定 しますみたいな人であれば一貫してるんだけど、はいはい、こういう人一人もいないでしょ、日本に、うんうん、だから話にならないんです、だからこれぐらいちょっと今日の話みんなショックかもしれないんですけど、日本に反差別規範いかにないかってことなんですね、うんうんうん、で、これを結局、まあ、
ちょっと私だから今懸念してるのは、なんか日本型反ヘイトみたいなところがちょっとこう蔓延してるところがあって、うん、つまり反レイズム規範がないのに日本型反ヘイトをするみたいなのがちょっと行政も含めてちょっとこう見えてるというか、うんうん、例えて言うとその日本で反ヘイトっていうのを反レイズムないやり方でやるっていうのは、その道路交通法もないのに、そのチャイルドシートとかシートベルトをつけましょうって言ってるのと同じなんです、うん、つまり道路交通法がないということは、どこが道路でどこが道路じゃないかっていう基準がない、差別と区別の区別がないのに、うんうん、欧米ではなんかもうチャイルドシートとかシートベルト大事らしいよとか、飲酒運転規制しなきゃいけないらしいよみたいな話してて、いやいやいや、あのドライバーの自由を守りましょうみたいなことを言ってるバカみたいなこう状況をずっとやってるわけですよね、うん、でまとめると、その差別とその反差別規範からすると、こうレイスム、まあちょっとこれあのレイス差別よりレイスムですけども、うん、そのグループに対する不平等な効果でこれをこう規制しましょうと、うんうん、でここから先の話はちょっとあんまりこう踏み込みませんけれども、必ず言ってほしい、言っときたいなと思っているのは、レイスムっていうのは単なる人種差別じゃなくて、うん、人種化して殺す権力だってことなんですね。はっきり言うと、うん、その社会防衛論を掲げて死んでいい人間を作り出す差別がレイスムです、うんうんうん、理由は何でもいいんです。生物学でもいいし、文化でもいいし、ただ反日を殺せ、うん、反日を処罰しろ、反日を追放しろ、これです。だから例えばその今回その自民党の、うん、そのまあ、あのセクシャルマイノリティ LGBTQ に対するその差別発言ありましたよね、はい、何でしたっけ、生物学、その、ね、種の保存とかいろんなこと言ってましたね、生物学ですね。 あれはもうナチですよ、完全に、もう100年前 の、その70年前のこうナチズムと同じなので、はい、もう議員がクビになるどころか自民党解党のレベル、これは、だけれどもこうなんでこれが許されるのかって話ですね。でこれは反差別規範がないってだけじゃなくて、あ、ちょっと言いたかったのは、そのレイシズムというのは確信犯というか、うん、なんていうかな、うっかり差別だと思ってるんですね、日本人のこう反差別やってる人は。なんか要するに20世紀型の反差別ってうっかり差別、はいはい、つまり主体モデルなんで、一見あなたは反差別やってるように見えるけれども、実は朝鮮人のこと分かってないでしょみたいな、うん、やっぱあれですよね、そのこの間 その種の起源云々でもね、 あまりにも無知であるみたいな、うん、無知だから言っちゃったんだっていう、まあ無知であることももちろん当然なんだけど、無知だから言っちゃったっていうよりも、それを無知なのにそれを言いたがることの方に、うん、主眼を置かないとダメだ。そうだから、まあそうですね、無知だっていうことの言い訳にすると、じゃあ知ればいいってい う、 こう言い訳を許すので、どうでもよくて無知かどうか、別にもう、うん、客観的にその反日をその社会から根絶やしにしようと。で要するにこうセクシャルマイノリティというのはこう日本の人口にとってそのがんなんだっていうようなね、これ私が言いたいわけじゃなく、もちろんなくて、こういうこう生物学的なレイシズム、だからレイシズムというのは女性差別やその、まあ、障害者差別と一体になりつつ、その社会を破壊し尽くすようなとんでもないパワーを秘めてるんだってことが言いたい。だから実はその人種差別撤廃条約にはですね、極右規制論があるんですね、うんうん、第4条で、今日は引用しませんけれども、それはやっぱりこう差別の扇動を強く規制する、刑事法で規制するという国際条約で、これは第4条の A、B 項ってやつですね。そう、あ、4条丸ごと、はい、4条丸ごと、うんうん、で、うんうん、日本女性差別撤廃条約や、はい、その障害者権利条約に同じような規定あるかっていうとないわけです、うんうんうん、だから女性差別がその文化的に、まあ、いわゆるその家父長制とか文化の差別をなくすのに重点が置かれていたり、はい、あるいはその障害者権利条約がその実質的なこうソーシャルインクルージョンを重視しているのと同じで、人種差別撤廃条約はこうレイシズム の、 その社会防衛型のこうなんか反日を殲滅するようなこう差別を増殖し組織し、そのまあどんな理由を使ってでもこう敵を殺すみたいな、そういう差別を止めるにはもう強制力しかないだろうっていうことを重視しているわけですね。これは反ナチズムや反植民主義や公民権運動のこう経験を踏まえて、だからそれが言いたいね。だから言いたいことは、日本型反差別ではレイスムは絶対に戦えないし、むしろレイスムと一体になってくるし、もっと言うとその反差別規範を日本社会で確立することがない限り、うんうん、まあノーヘイトではショッカーみたいなっていう表現がありますけれども、はいはい、今の多分若い人はショッカーって通じないから
やっぱりこうレーシストだから、レーシストと極右ってちゃんと言わなきゃいけなくて、極右をぶっ潰さない限り社会は崩壊するんだ、だこれをだから日本のこうインテリ、特に大学教員とか弁護士とか国会議員が声高に言えないともう終わりですよ。だから今回の DHC の話も、 DHC にこう加担した企業や行政を追及するってだけじゃなくて、それを報道するメディアの姿勢や国会議員の語り方や地方議員の語り方をもっとみんなで突き上げて、全然違うレベルでやんないと社会本当に壊れるよっていうか、壊れてるよって言わないとダメです。でまあちょっとあれですね、まあ、これはあの新書で書いてますけど、例えばこのレイシズムというのはそのまあ増殖する差別ですね、組織する差別なので、特に政治によって組織される差別で、まあ例えばまあこれ片山さん突き出してますけれども、まあなんだろうな、そう要するに学校でハングルを教えた人をそのまあなんていうかな、あの教えてくださいみたいな DM でこう、これも完全なレイシズムですよ。そうですね。だこういうそのもう一つ日本型反差別がダメなのは、その差別が社会的影響力をどう持っているのか、でこれは単に被害者を傷つけるって話じゃなくて、増殖して組織するんだ、だ政治による差別がその社会の差別を組織するんだってことが分かってない、これはだからリプライでこうどんどんその差別が増殖してるわけですよね。まあ、これはだからこういう形で、まあ、さっきその、まあ、安田さんがおっしゃってたその人種差別撤廃条約の、特にやっぱり第4条の C、はい、特にこう国家、政治家の差別が一番危険、まあ、トランプ大統領が当選することによってそのアメリカでそのヘイトクライムがすごい増える、トランプ大統領がそのチャイニーズウイルスとかカンフル、まあ、そのカンフルとインフルエンザをかけて、まあ、すぐに中国人はコロナウイルスを持っている病原菌なんだってことをこう言うわけですよ。そういうことを言うことで中国人をこう排斥するレイシストが、トランプ大統領の言説を使って差別を加速させるっていうイメージ、だから一つの差別が100倍とか1000倍とか、まあ、数量化すれば何百倍とかにこう拡散されるぐらいのこう怖さがあるんだと、でそれを考えて効果モデルで対処していくために、まあ、反差別規範が重要ですよと。でこのだからまあここはまあちょっと新書に書いてますんで読んでほしいんですけど、やっぱり差別アクセルと反差別ブレーキの対抗関係で、反差別ブレーキなしに差別アクセルは止めどまくやっぱり更新していく、まあ、傾向がある。でこの、まあ、反差別ブレーキで、一番、まあ、4つ挙げてますけれども、こう一番基礎となるのがその差別と区別を区別する定義なんですね。であとまあ重要なのが日本で重要なのが3と4で、極右を違法化する、まあ、極右を規制することと、国家の差別、政治家の差別を絶対許さないということですね。でですね、まあこの、まあ、まとめると、はい、この反日バッシングというのは、まあだから今反日バッシングがレイシズムだってみんな思ってないわけですよ、だから例えば津田大介さんがそのいわゆる相取りで、そのまあ表現の不自由点ですね、いわゆる、まあ、慰安婦像って言われてる、まあ、少女像、平和の少女像ですね、を、まあ、展示させたということで、こう反日扱いして攻撃された、あれもレイシズムです、津田さんは日本人男性で朝鮮人じゃないかもしれないけれど、レイシズムなんです、要するにその社会の反日をこう徹底に潰すという人種戦なんですね、だから朝日新聞攻撃とかも含めてこう人種戦として対処しなきゃいけなくて、そういうそれをこうノーと言わなきゃいけない。でもっと言うと、レイシズムの人種戦っていうのは勝てば官軍なので、嘘、暴力、差別どうでもいいわけです。だから逆に言うと、嘘と暴力と差別を使ってくるから、反対する側が事実と非暴力と、まあ、要するに、まあ、言ってしまえば真実ととかね、あるいは啓蒙とか教育とかで対処しようとしたって、別に向こうはまあお金が儲かるから差別をするか、差別をしてまあツイッターのフォロワーが増えるとか、政治的にその票が入るとか、そういうことをやってくるから、反差別ブレーキで対処する以外にないです。だからまあちょっとさっき話しちゃいましたけど、繰り返し言うと、かつて日本の反差別教育が想定していたうっかり差別型、自分の中の偏見に気づきましょうみたいな、そういうのはもうまあはっきり言ってどうでもいいですね。なるほど、どうでもいいです、もうここまで来てるんで、その、は
買い取りの件もそうだけどさ、今はもうそのほら不正リコールのことをまあ新聞も報じてるけど、あの民主主義のシステムを壊してるじゃないかみたいな話になってやっとこそ報じ始めるわけですけど、やっぱりそこにそのレイシズムの観点っていうか元のあのそもそものリコールの発案自体がそうそうそう、まあ、まあそうですね、話が全然出てこないですよね、それでみんな言いたくないわけですよね本当に。だから問題なんですよ。だから例えばまあ気になってるのはなんかリコール運動をやっていた人たちがなんか裁判してるでしょ、うん、そのはい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 、なんかあいつらがいいもんみたいな、そうそうそう、だからそれこそ美しい物語出してるわけですよね。そう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 、一生懸命頑張ったのに裏切られたって。そうそうそう、でもその人も含めて発動されたのは差別だったっていうことは、そうそうそう、うん、やっぱりその不正を正した、うん、あの真面目なメトロでも真面目な人がいるんだみたいな話になっちゃうと、うん、ちょっとまあちょっと待てよってなる。そうですね。まあその人たちだからもろとも基本的にその人種差別を扇動した、責任があるんだから、その人たちが反差別運動に例えばその間髪するなり自分がボランティアするなり本当に真面目に向き合うぐらいまで反省したのって言えないわけで、当然、うんうんうん、でそれ当然、まあ、その人たち反省するなんてこっちは思ってもないので、うん、別になんかそういう行動を仕向けるように圧力どんどんかけていくっていう戦い方をしなきゃいけない、うんうん、まあ一言で言うと本当に必要なのは反ファシズム的な反レイシズム闘争です。でこれは多分日本だとピンとこないんですけど、うん、まあまあ、別の機会でまたお話しますけれど、まあ、そういうことですね、はい、あと5分ぐらいしかないんですけどこれをちょっと解説、はい、この用意してもらったので、はい、これを解説してほしいなというのがありまして、人種戦、うん、これその今言ってたことですよね。そうですそうです、反ファシズムモデルでやるべき。そうです。だから向こうは要するに嘘とその暴力と差別っていうそのまあ言ってしまえば民主主義とか自由な民主主義なその資本主義社会の中でタブーになっているはずのものをこう平気で使ってくるので、いやだからいや嘘つきじゃないですかみんな。だってその高橋克也とか、うん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 、嘘っていうのもすごいポイントだっていうことをもっと言うべきみたいな。そう、いや、それは単に間違ってる扱いしてる人とかがいるじゃない、そう、無知扱いしてる、そうですし、もっと言うと、うん、いや嘘だから事実を提示しようってこともダメなんです、うんうん、そうじゃなくてむしろだから嘘つきだってことをこうどんどん言っていくべきなんだけど、別に事実を提示することが批判にならない、うんうん、そういうことじゃなくてもう実力でその人たちの極右運動が廃止されるような状況を作んなきゃいけないってことなんですね、うんうん、そこのゴールをイメージしながら反差別運動をやっていくってことが重要で、うんはいうん、その一番の武器が、まあ、さっき言ったルールだってことなんです、うんうんうん、でこのまあ今出てますけれどもやっぱり反差別の根拠が主体モデルだと結局そのまあなんか結局いや被害者がかわいそう、被害受けてるじゃない、こんなに苦しんでるじゃない、で被害者一人じゃなくて別に集団的にいてその人たちは歴史を持ってるんだみたいな言い方になる。それはこう結局極右には痛くも痒くもないだけじゃなくてむしろマイナスなんですよね。なぜかっていうとこの下に1個書いてますけど愉快犯とか確信犯とか便乗犯なので、そうですね、ああ被害受けてるのによかったよかったとか、あマイノリティ苦しんでんだとか、そのファシズムがあるわけですよね。要するに被害者なり、うん、マイノリティなりが辛そうにすればするほど嬉しいわけです、それはその反差別運動が、うんうん、ある程度強くある程度笑わなくないとダメだ、うんうん、僕ら言ってた、うんうん、辛そうにするとマジ喜ぶ、うん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 、デモの時の笑顔が、まあそうだね、だからそういうことをこう、はい、なんか意識しないと、そこはちょっと違う気なと思ってるのは、その別になんかまあ何でかな、辛いこととか被害を語ってもいいわけです。むしろ語ってもいい、うん、言いたいことは分かるんですけど、まあ何だろう、別になんかマッチョな運動しなきゃいけないそんなことないですよ。それは分かってると思いますけど、あえて言っときます。で言いたいことはその何ていうかな、つまりその効果モデルでいきましょうってことで、要するに正義で実力で差別を止める、で、うん、あとでお話しようと思ってたんですけど、その差別の効果を打ち消すってことです。だからそのさっきのその、まあ、
コップ、差別をした時に、例え、私はちょっと最近公演でよく言ってるのは、うんうん、コーヒー、例えばこのコーヒーあるじゃない、はい、はい、コーヒーを、例えばバンってここでこぼしちゃった時で、うん、安田さんにかかった。うん、で、私がしなきゃいけないのは、うん、まず、その、謝罪とか賠償とか、反省とかじゃなくて、うん、コップを拭くことだと思うんですよ、ね、は。コップの破片を片付けて、うん、コーヒーを片付ける。うん、なぜかっていうと、それは安田さんに悪いからってだけじゃなくて、まあ、ここ3人しかいないけれども、うん、別に子供とかがその食べちゃうかもしれないね、うんうんうん、だりこう誰か転んで怪我するか、要するに自分がコップ割ったことによって二次的三次的四次的な被害が広がるかもしれないからですよね。つまり破片がね、部屋の中に散らばった時に、そう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 、今ここにいる人以外の人が踏むかもしれないし、そう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 、僕とは全く関係ない人間がそれを踏みつけてしまう、子供が這いつばってる時に手を切ってしまうかもしれない、で、あるいはコーヒー汚れたままだと誰かがまたコーヒーで洋服が汚れてしまう、拭けよって話ですね。そう、片付けろって話ですね。そう、だから要するに言わなきゃいけないのは謝罪とか反省とかじゃなく拭けよなんです。そう、うん、で、それをそのアナロジーで差別考えてくださいってことなんです。で、そうするとなんかなぜか知らないけれども、うん、日本の中で謝罪したら終わるんですよ。コーヒーカップの例で例えてみましょう。私がだからコーヒーを安田さんにこうぶちまけて、あの破片がバラバラ散らばっているのに拭きもせず破片も片付けず、すいませんとか言いながら拭かない、うんうん、で、それ分かる分かる、いやで本当にアホなことをメディアとか社会運動まで含めて、うん、みんなこう遊びみたいにね、ゲームやって、その日本型反差別のゲームやってるわけです。そうですね。こうやってなんでばらまいたのかっていう原因を考えてみる。そう。ギャン君なんでコーヒーをこぼしたのか。いや別に意図はなかったんですっていうことを言うわけ。うん、でも、この話が笑い話で済むのはコーヒーカップだからで、うん、実際にコーヒーカップではなくて差別で、うん、例えるならば、うん、生産管理の入った瓶ですよ。うんうんうん、だから毒入りの瓶をぶちまけて、さあ大変だって言った時になんかすいませんって言えば、なんかマスコミの追及は終わるわけですよ、うんうんうん、そうではなくて、その直ちに謝罪とか賠償とかどうでもいいから早く拭けよと、うんうん、毒ガスが蔓延して誰かが死なないために自分が蒔いた差別の種を全部刈り取りなさいってことなんですよ。そういうふうにどん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 追求するっていうことをヨーロッパとかアメリカとか他の国はやってるのに、うん、だからこそ民主主義がかろうじて人類の中で保たれているのに日本人はやってない、うん、だからこういうのはやっぱりスト破りみたいなこともので、人類で差別で戦うのは義務 なのに、日本の市民はそういうことをサボってるってことなんですね、うん、これがその今 のコーヒーをこぼしたらっていう話は、要するにこういうことなんですよね。あ、そう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 、そうですね、うんうんうん、あ、これ私で作ったんですね。そうです。あの要はその 後始末というか、そのさっきからそのリャンさんがあの DHC は反差別運動をすべきであると反省しているというのはね、うん、っていうのはその片付けるにあたるそうですなりますよね。そうですそうです。で、まあそのとにかく日本はその謝罪して終わると、うん、しかもその謝罪がすごくなんかあの意識そのつもりはなかったんですが誤解を与えてそうそうそうみたいな、まあそうこれは、まあ、もはやあのリャンさん的にはもうこれテクノロジーなんですね。あのテクノロジーです、うん、あのまあ、 あの大学もいやあの正直研究者をもっとこういうこと言うべきで、いやミシェル・フーコーが言っているその他者を統治するテクノロジーです、うんうんうん、いやでも実際みんな統治されてるじゃないですか、うん、例えば次のスライド見てほしいんですけど、これ、ね、このこれ本当にね、本当に腹立つんですけど、外国ね、これね、これ読んだ時ね、本当僕もう洗練を感じた、うん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 、もういろんなダメな謝罪のいろんな要素をすごく短く綺麗にまとめて、うん、2行でまとめるとこうなるっていう、その通りというか、これ要するにマニュアル化されてるんですよ、うん、だから私が言いたいのは、うんうん、日本型謝罪テクノロジーっていうのはマニュアル化されていて、おそらくまあ、うんうん、あの経験的に蓄積されてもいるし、まあ、言ってしまえばコンサルタントとか、うん、そういうのを多分やってる人いると思うんですね、うんうん、あの芸術的ですよ、このだからな、ね、あの意図はなかった、うんうんうん、申し訳ない、誤解を与える表現、うん、これがなんか主体モデルの極みで、うん、でもこれは一番日本で効果のある逃げ方なんですよ。なるほど。だって謝ったじゃない、うんうん、でこれ以上こう反省を強いるということは暴力になるわけです、うん、でこういうのはこう日本型リベラルが大嫌いな暴力とかなので、むしろ反差別側やマイノリティの側がこう、はい、悪になっていく、うんうん、で、まあ、ここのこう4段階ありますけれども、重要なのは2なんですよ、うん、2と1なんです。でこれなんでこうなる、あの右のになるのかっていうと、ルールなんです。だから先ほど安田さんとのこう話の中で差別禁止ルールが重要だって口酸っぱく言ってるじゃないですか、うんうん、で、今回も
皆さん覚えてますか、差別とは何ですか、グループに対する不平等な効果、うん、私これなんで言ってるかっていうと、差別の物差しとして共通言語としてこのルールを用いて、そのルールに反してるかどうかで差別を食い止めろってことなんです、うん、だからこの本当に重要なその謝罪と賠償や再発防止に行くには絶対ルールが必要で、なぜかっていうとルールがないと判断ができないから、うん、ここは重要です。なぜかっていうと、みんな日本、まあ、日本人って言っちゃう、まあ、日本の市民はあのルールが嫌いなのを判断したくないからなんですね、うんうん、ズバリ言っちゃうと自分が差別か差別じゃないのかってことを判断する責任を回避したいから、うんうん、ルールは嫌いな、ルールがあるとそれ従わなきゃいけない、うん、でルールを維持しなきゃいけないから、うん、でもそれが市民なんです。だから全人類がやっている反レイシズムの義務を日本人だけが逃げるんですかってことを私は言いたいわけ。だから今回の DHC とか今回 の, あのさっき の, その保健所の話もルールがない、素通りされてるわけでしょ、はい、でも人種差別撤廃条約あるの で, で守る義務あるわけ、自治体もあるわけ、うん、だからこのルールに照らしてなんでこれがダメだっていう判断を、はい、そのやってないのは何でなのか徹底的に追求して、それをこうケーススタディにして再発防止をする。だから私は教育や研修が無意味だとは思わないけれども、今みたいなルールがあってルールに照らして研修や教育をやるんだったら意味があるわけです。そうですよね。だから教育や研修やるの僕もやっていいと思う。だったらきちんとルールを教え込むべきですね。そう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 、うん、テクノロジーではなくて、そう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 、まあ、テクノロジーね。だから別にやっぱりそれはあのみんなこう事件が起きるたびにも問題になるじゃん、それが、うん、本当に謝る気あんのかって、うん、でもやっぱりそれはもうマニュアル化されて、でそういう時はとりあえず収まるっていう社会状況あるってことですよね、うん、そうだから、うん、あのあこの広島タイムラインの話ちょっと、はい、あいいですか、あのだから今回のあの全てのこう考えてください、全ての差別は過去の差別の不処罰によって起きているんだと、うん、例えばウィシュマさんが殺されたこと、うんは要するに過去に同じようなことやってるわけです、絶対に、うんうん、でその過去にその加害者がちゃんと裁かれるってことがないのはなぜなのか、はい、例えばだから同じ公務員で言えば、例えばその沖縄の辺野古や高屋の基地で建設に反対する市民を暴力で弾圧する機動隊がいわゆる土人発言をしたじゃないですか、はいはい、その土人発言をした人って今もクビになってなくてどっかで機動隊やってるわけでしょ、うんうんうん、恐ろしいんですよ、うん、つまりシナ人とかこう土人っていう、しかもその自分が暴力を振るわなきゃいけない相手に対してやってるってことは、うんね、言ってしまう相手をモンスターにしないと自分は仕事ができないってことじゃないですか、だからその人がいつ人を殺すかどうかわからない状況なのにみんなのほほんとしてるわけでしょ、同じなんで、だからそういうことがあるからこそウィシュマさんが殺されてもその加害責任を問うってことがないし、うんうん、今回のその例えばその NHK 差別事件に関しても、例えばその去年その BLM がその広島タイムラインの事件ありましたよね、まあ、この番組多分取り上げてるんですけど、わずか2ヶ月前に BLM の黒人差別アニメ事件の後に起きてる、はい、そうですね、だから反省なんかどうでもいいってことがここでよくわかると思うんです、うん、で NHK は謝罪してるんですよね、うんうん、で研修するって言ってるじゃないですか、うんうん、何の意味もないんですよ、うんうんうん、何の意味もないです、うんうん、だからここはちょっとあのなぜかっていうとルールがないからで、例えばその公開されてる NHK の報道ガイドラインに差別ってタームが16箇所あるんですけど、はいはいはい、それは反差別規範にならないです、うん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 、なぜかっていうと何が差別で何が差別じゃないのかが全く判別できないからですね、うん、私は先ほどその反差別規範とは何かって3つの要素を挙げました。1つは差別加害を禁止すること、2つ目が物差しになること、3つが共通言語になること、この3つともないです。で、まあ言ってしまえばその特に2つ目、その差別的に扱ってはならないとか、差別に当たるかどうかはあの文脈の中で判断するとか、うんうんうん、だから差別しないってことになってるけれど、差別か区別かは文脈で判断しようって話になってるからこれ無理ですよ、うんうんうん、だからあの、まあ、正直私はその一橋大学出た人間として、まあ、大学、まあ、研究者として言うならば、あのこの事件が BLM の差別事件があった時にあのアメリカ研究者有志っていうそのあの、まあ、名前でその要望 NHK に要望書を出して交渉とかやってるんですよね。素晴らしいと思うんですけれど、そこでやっぱりこう差別禁止ルールを作って普遍的に差別規制するっていう要請はないわけです、うん、だからやっぱりアメリカとかで BLM がどんだけ素晴らしいかとか日本に紹介してるような研究者でさえ反差別規範があるかっていうと、 なるほど、ないですね正直。なぜかっていうとアメリカであんだけ BLM
なんかそもそも BLM が反レイスムで差別なくしましょうみたいなことを言ってること自体私は大きな違和感があって、なぜならばアメリカでオバマ大統領を当選させてもなお残る差別どうするのかって話で、反資本主義的なその警察解体みたいな要求をそのみんなが言うようになってるって、そのラディカリズムの話で、だからアメリカで反差別規範大事ですとか言ってるとアホアホみたいな突き上げ食らう話、だからそういうような BLM の話を日本に持ってくるだけで、肝心の日本に反差別規範がないよってことを考慮した上でじゃあ動いてるかって全くそうではないし、まあ言ってしまえばアメリカの研究をやってる人は日本で朝鮮史を研究するよりははるかに簡単だと思うんですよね、だって別に足元の差別になってないわけで、だからこそ逆にそういうプリビレッジ、まあ特権を使って反レイスム規範を打ち立てるように努力してくれればいいのに、そうではないんですよね。だから2ヶ月後に広島タイムラインで差別が起きるわけです、だからみんな気づいていないけれども反差別規範にのっとってちゃんと戦えてない敗北の積み重ねが今ここまでひどい状況になってるんだっていうことで、それを大学の教員でも全然わかんないんだよと、でなんでこれがわかるかっていうと、私はその、一橋大学のマンキューソっていうその、白人のね、あの差別教員がいて、その人たちとこう教員が全然戦ってないっていうのを見てるんです、こう反差別に対して理解のあるふりをしているような人たちが、まあ、あの結局そのなんかベースになる土台の部分を書いたまま、その上の方でごちゃごちゃとその場当たり的にっていうことを繰り返してるってことですね。そうですね。だからあの日本政府がさ、いろんな今あのコロナでも何でもそうですけど、まあ、LGBT 法でもそうですけど、全てベースがないから行き当たりばったりのものを触るみたいな、それは別に政府だけじゃなくて、結構全体がそんな状態なんじゃないかなっていうようなあことじゃないかなと思うんですね、はい、でまあもうそろそろ時間なんでまとめますけど、もう一つ重要だなと思ってるリャンさんの提言として、これやっぱりその多文化共生とか、やっぱり非常にまあダイバーシティということもでしょうけど、非常にまあいいこととして語られるし、多文化共生からの脱却をというふうに言うと、その今まで自分がいいと思って反差別と思ってやってたことはあのなんか否定されるんじゃないかっていう気がする方もいるかもしれないんですけど、この辺はどういうふうに、そうですね、大前提として私は先ほど申し上げた通り、被害者やマイノリティや歴史を軽視しているつもりは全くなくて、逆に尊重するべきだからこそ、その尊重するからこそその土台となる足場としての反差別規範ぐらいは作ろうという立場です、で多文化共生って実は英訳できないんですよね、多文化主義と多文化共生、多文化主義は、まあ、マルチカルチャリズムって英語がありますけれども、多文化共生違う、なぜかというと差別禁止がないから、差別禁止がない、差別のする自由を否定はしないけれども理解しましょうっていうのが、まあ、多文化共生だったと私は思うんですよね、でもちろんこう言ったからといって上の世代の活動を全否定してるわけでは全くなくて、むしろこう豊富普遍化するためにやっぱり、その若い世代でこういう理論を作っていかなきゃいけないと思うんです、でブラックライブマター、例えばそうです、ブラックライブのマターがやっぱり批判してる運動って結構日本で言うとやっぱそうそうたるもの、まあオバマ政権をこうね作ったり、そのそうそうたる公民権運動のスターがどんどんこう下から突き上げを食らってるものなので、日本でもどんどんなんていうかな、まあ私在日朝鮮人ですけれども、在日朝鮮人がメディアに出たりいろいろ語ったりとかするときに大体お願いしますとしか言えないわけです、差別こんだけひどいからどうにかしてくださいみたいな、差別禁止法で私たち殺されるんですかみたいな、まあいいけどそうじゃなくて、もっとこう社会運動を作って新しい社会を作る、ラディカルなその反レース運動とか反差別運動して新しい社会作ろうよっていう、社会的連帯作ろうよっていうことをどんどんやっぱり言っていかなきゃいけないと思っていて、そういう問題提起としてまあ受け止めてほしいなと思っていますね、でまあ、その要するに反差別規範というものがまずベースにあって、それで差別を止めてから初めてそのあの被害者とか歴史とかの尊重ができる、その逆の順番だとダメなんだよっていう、まああえてこういうこと言ってますね、いやまあそうですね、まあもっと言うとだから、まあ今のだから要するに
人種戦、要するに反日殲滅人種戦のただ中に私たちはいるんだということです。でその人たちには歴史や被害者やマイノリティを語るっていうこと自体が罠になるので、こうとりあえずその最悪の差別を止めるという大同連帯が必要で、そこで実際に加害を止めるっていうことの連帯の中でマイノリティや被害や歴史を尊重するということを議論していくっていうことですね。だから例えならば、まあ、家を建てるときに2階建ての家を建てようって言った時にみんなうんうんとか言うと、反差別の家を建てましょうと、でみんなでも屋根しか作ろうとしないわけ、誰もこう誰も足場を組もうとしない、ましてやその汚れるその土台を作ろうとしない、そうじゃなくて土台をじゃあみんなで一緒に作りながら、じゃあどういう風な屋根デザインしましょうかとか見ましょうよってことですよね。なるほどね、建て付けばっかり気にしてるわけですからね。そうそうそう、で、ね、そうするとそのマイノリティは実は語れなくなれますよということをですね、はいはい、すみません、もっとあの時間がたっぷりあればいいよかったんですけど、そろそろ時間なんで、告知を最後一つお願いします。あ、はい、はい、これね、あの実はあの私この、まあ、あのレイシズムとは何かっていう本を書きまして、はい、この本をもとに、まあ、あの5回連続 の, その講座を、フェミゼミさん、はい、あの主催で行うことになりました。6月14日フェミニズムのイベントですかね、うん、そうですね、まあ、若い世代 の, そのフェミニストが、うん、そのまあ、自主ゼミをやっていて、うんうんうん、でそのまあ、当然ですけどセクシズムとレイスムって一体なので、はい、まあ、インターセクショナルな、まあ、フェミニズムあるいは反レイスムをこう勉強するという講座で、はい、まあ、私は講師として呼ばれましたので、まあ、なんていうのかな、やっぱり先ほど結構大学教員いろいろ批判しちゃいましたけども、本当にね、こんだけひどい状況になっているのに、やっぱり大学研究者がどんどん発言しなきゃいけないし、肝心なこと言わないっていうのは本当にこう論外だと思っていて、私はまあ若手の研究者として、まあ、やっぱりいろいろ言わなきゃいけないと思っていて、まあ、この本書いているし、本当にこうちゃんと勉強すれば、勉強ってその社会を変えることに役に立つっていうことをこうやっぱ示したいと思うし、うんうん、本に書ききれなかったことを、まあ、この本320ページあって400ページぐらいあったら結構削ったんですよね、うんうん、そのことも含めてちょっとお話ししたい。ちょっと本の表紙をもう一回大きくここに出していきましょう、はい、これか、はい、これか、はいはい、はい、ちくまですね、ちくまですね、ちくま新書です、はい、まあ、これが元になった、はい、影書房の日本型ヘイトスピーチとは何か、はい、まだ買ってない方はぜひお買い求めください。はい、ということで、今日はもうほぼ独演会でお疲れ様でございました。お疲れ様でした。あ、いえ、とんでもないです。なんか分かりやすかったです。分かりやすかった。でもこれは本当に、この動画、今回のね、動画を一発見せれば分かるように作りたいんですっていうことで今日お願いしてるんで、はい、本当に分かりやすい話になって、1時間の動画にまとまってる感じに、そうですね、うまくできた、まあ、やるからにはちょっと神回を目指したいなと思って、はい、ということで、今日はリャン・ヨンソンさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は2月の16日、あ、2月じゃないです、6月6月の16日あります、はい、次は生放送なんで、そうですね、はい、安田さんに、あ、手帳見なくて大丈夫です、大丈夫です、毎週水曜日、はい、行きます。6月16日水曜日に生放送で、はい、やりますので皆さんよろしくお願いします。はい、では今日はこのところで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。